回はスラップ奏法基本講座1回目ということで、右手のサムピングと、ゴーストノートについて説明します。ではどうぞ。サムピングするときは親指の第一関節のこの側面のこのあたりですね、このあたりを当てています。で、手首をこうひねる感じでこんな感じで打弦します。左手が弦を触っていない状態でサムピングをするとこんな感じで余計な音も鳴ってしまいますので、6弦をサムピングする場合は人差し指を5弦からこう制覇するようにこう軽く触ってミュートをします。で、この時に力を入れすぎて押さえてしまうとこの押さえた音も鳴ってしまいますので気をつけるようにしてください。で、まず左手のゴーストノートなんですけども、左手は人差し指はこうミュートした状態になっているので、残りの指でこう指板を叩いてこういう音を出します。で、右手のゴーストノートはこう左手でミュートした状態でサンピングしてこういう音を出します。これが右手のゴーストノートです。で、冒頭に弾いたフレーズの弾き方なんですけども、まず右手でサムピングで、左手でゴーストノートで、右手でゴーストノート